嘘だろ。ピッティ。だよこれ、テレビだとすぐ治るんだけどな。まあいいや。ゴーモーセザン、ほらであとこにものガーバペンシェンシスカスケスインモイ。相棒、邪魔すんなよ。何してんの？ピットブルが来日する前に悪魔を召喚して殺してもらおうかなと思って。相棒、なんでそんなにピットブルが嫌いなの？よくぞ聞いてくれた。日本ピットブルアンチ協会の会長の PDR さんが特別になぜピットブルがゴミなのかを教えてあげよう。ナンバーワン、まずこの格好、何このクソ野郎みたいな格好。この格好していい人は一人だけいるんだよ、この世の中に。トニー・モンタナ。ナンバー2、この顔。さっきから見た目のことばっかじゃん。せっ！ナンバー3、ラップがゴミ。で、それをごまかすために、曲に自分より人気のある人もしくは自分より才能のある人を起用する。頭いいな、それ。なんか言った？あ、いや、なんでもない。ナンバーフォー。クリス・ブラウンとコラボした。女性に暴力を振るうようなクズ野郎とコラボするようなやつは悪魔に食い殺されて当たり前。ナンバーファイブ。最後に自分のことをミスター・ワールドワイドと呼んでる。別にいいじゃん。よくないよ。こんなやつがミスター・ワールドワイド。リック・フレアとかが I'm Mr. Worldwide! Woo! とかって言ってたらまだ許せるけど、このゴミが Mr. Worldwide! ああ、これで分かったでしょ。ピットブルが地獄に落ちなきゃいけない理由は。最後に一つだけ。何？この動画で今までピットブルの存在を知らなかった人たちがピットブルを知ることになるんじゃない？え？今確実に日本で少しだけピットブルの存在を広めたね、相棒。わーわー、ガッテメ。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。皆さんはピットブル知ってますか？知らなかったら調べなくていいです。知ってる人はピットブルのこと好きですか？嫌いだよね。ぜひ教えてください。あとこの前ゴミ箱チャンネルで質問コーナーエキストラの動画出したんで、見てない人はよかったら横をクリックするか下にリンクが貼ってあります。